すまんな。そちにも迷惑をかける。いえ、すべては七藻陛下のお決めになられたこと。私のような者のことまでご配慮くださり、ありがたく存じます。では、英雄殿をお迎えに行ってまいります。よろしく頼む。随分と盛大ね。ご苦労だったね。聞いたわよ、アイメリク教が先の防衛戦の礼も兼ね、正式に国交回復に向けて本国に働きかけるらしいじゃない。あなたの努力が実ったのね。おめでとう、アルフィノ。ありがとう、ミンフィリア。アイメリク教をウルダ派の国賓として迎えてもらうことができたのは、ひとえに君たちの協力があったからこそだ。これでエオルゼア都市軍事同盟の再結集に向けて一歩前進したよ。それにイシュガルドとの国交が回復すれば交易路も広がる。第七霊祭の復興が一段落して落ち込み始めていた経済にも良い刺激になるだろう。我々の活躍でエオルゼアには良い風が吹き始めた。あとはアウトロー戦区の問題が一刻も早く解決することを祈るだけだ。各国の名士たちの考えはわかる。だが私は私の考えでエオルゼアを導いてみせるさ。ところで、我らが英雄殿はどうした？姿が見えないようだが。クイックサンドのモモディさんのところに行っているわ。重い用事でなければそろそろ来る頃だと思うけど。入れ。失礼いたします。急な呼び出しによく来てくれたな。運動を守りきれたようで安心しました。コートの方は大丈夫だったのでしょうか？ええ、多少の被害は出ましたが問題ありません。これもひとえに皆様方のお力があってこそ。それはよかった。イシュガルドも我々と同じエオルゼアの一部。こういう時こそ協力せねばなりません。これも政治というのか。七藻女王陛下がいらしてから
改めてご挨拶をと思っていたのですが、こたびの防衛戦へのご助力、誠に感謝いたします。私はこれを機に、コートの大神門を開くことを強行芸家に進言するつもりです。真にエオル勢を一つにするために。ユユハセが？わかった。どうかしたの？いや、大したことはない。少し席を外すよ。どうした？何か警備の問題でも？下がってよいぞ。承知いたしました。失礼いたします。わざわざ来てもらったのは他でもない。そなたに伝えておきたいことがあってな。わらわはウルダハ王朝に幕を下ろすつもりじゃ。知っての通り、今のウルダハは混沌の渦中にある。祭り事が正常に機能せず、国の宝である民が一番の被害を受けているようなありさまじゃ。わらわはこの混乱を消し去るために、この戦勝祝賀会の場で王朝の終焉を宣言する。これによってウルダハは王のものでも負者のものでもない、民のものとして生まれ変わる。新時代のウルダハの幕開けとなるのじゃ。だが国は大きく揺れる。ラウバーン一人の力では行き詰まる時も来よう。そなたに頼みがある。どうかラウバーンを支えてやってほしい。これは他の誰でもない、いくつもの戦いをくぐり抜けてきた真の英雄であるそなたにしか頼めないことなのじゃ。わらわのわがままを引き受けてくれたことを感謝するぞ。よかった。本当によかった。笹岩大王子のもとで、そなたに会った日のことが、まるで昨日のことのようじゃな。これからもよろしく頼むぞ、英雄殿。Thank you.
それは亡くなられている。さては杯に毒を持ったか。冒険者、貴様が七門陛下を。この部屋には七門陛下と貴様しかおらん。言い逃れはできんぞ。者ども、こやつを拘束しろ。女王陛下の暗殺犯だ。一部の者を除く暁関係者の確保が完了しました。レブナンツトールの石の家も制圧済みです。どういうことだ。どうもこうもご覧の通りです。総帥、すべてはエオルゼアのために。何事だ。教皇庁の神殿騎士団だと。イシュガルドの特使殿、たった今イシュガルドの教皇庁より連絡がありました。何でもドラゴン族が再びコートを襲撃したため、帰国せよと急を要すとのことで、騎士の方々が迎えに参ったようです。コートが？こちらに情報は回ってきていません。それにあまりに折りが良すぎます。もしや。なるほどな。総長、お早く。知らせてくれたことに感謝します、ウルダハの友人よ。この借りはいつか返させていただきましょう。行くぞルキア。何の騒ぎだ。デートの申し出かい。あいにくそういう趣味はないんだが。暁のサンクレットだな。貴様には先のガレマール帝国との戦いで帝国軍に内通していた容疑がかけられている。内通だと？何のことだ。まさか
アシエに支配されていた時の。こちらで捕らえた帝国兵の尋問から貴様が関わっていたとの証言を得ている。それに何やら怪しげな術を使うとの報告もな。さて、一緒に来てもらおうか。無理やりパーティーに呼んでおいて、今度はさっさと出て行けって。随分勝手なことを言うじゃないか。さてはこの祝賀会自体、仕組まれたものか。